おい、ダメだろ今のは。サンダーメージやソルブラザーズが大好きな高校1年生です。ありがとう。トライバルソウルやばいです、うん、毎日聞きながら学校に行ってます。ありがとうございます。突然ですが、はい、私のいる女子のグループはスカートめくりが流行っちゃってます。マジかい。いつもスカートをめくられて困ってます。あららららら。そこで質問です、はい、三代目 JSOUL BROTHERS の中で何か流行ってることはありますか、うん、はいはい、ぜひぜひ聞きたいです、うん、これからずっとずっと三代目大好きです。オミ君大好きすぎてヤバいです。ありがとうございます。スカートめくりに行きます。おい、ダメだろ今のは。萌えさん、埼玉県に行きます。スカートめくりに行くために、はいはい、なるほど。でもいましたね、中学校とか高校の時に、うん、女子同士でスカートメイクやってましたね。でもさ、これあれでしょ、うん、俺の高校とかもそうだったけど、スカートの下にジャージ履いてるパターンのやつじゃない、うん、そうなんですよ。スウェットとか。そうなんですよね。それを知りつつも見ちゃうんだよ、男の子はね。なんかね、やってたもん、俺の同級生の女の子たちも。なんか下にジャージとかセットで履いてるけど、うん、スカートわーやって、うん、結構結構やってたもん。いい絵だな。それ指くわえて見てたな。うん。そんなことないですけども、サンダーメージソルブラザーズの中で流行ってること、うん、はい、なんだろうね、まあなんかさ、食事系がなんか流行ったりとか、例えば鍋、誰かが食べ始めたらなんかみんなで鍋ばっか行き始めたりとかもそうだけど、なんか、ね、スンドゥブもそうですもんね。スンドゥブもそうだしね、うん、なんだろうな、言葉とか。あ、エリーの、うん、オッケー。使ってるね、流行ってるね、それどこでも使えるから、もうね、もうね、映っちゃうんだよ、あいつが結構だ。あいつテレビでもやってるね。やってる、あの、女の子はね。まあ、皆さん多分あれが一発目だったと思うので、うん、キョトーンとした人も多分、テレビの前でキョトーンとした人もいると思うんですけど、あれ僕らの中ではだいぶ長い間もうやってることで。やってますね。もう何でも使えるので、ぜひ使ってほしいですね。うん、そうですね。もう何でも語尾につけちゃえば OK なんで。OK! っていうので、ね、うん、ちょっとテンション高めで言うっていうのはね、流行ってる。ということで、じゃあエリーの OK でいいですか。そうですね、ちょっとこれ学校とかでもね、うん、流行らしちゃったけど、流行ると思っちゃうんだよ。スカートめくって OK みたいな。あ、それいいじゃん。めっちゃいいじゃんそれ、うん、めくられても OK みたいな。もうだから何でも使えるんでね。はい、僕もめくって OK って言いにくいの。おい、 OK じゃない、 OK だよ。あ、 OK ということで、はい、おめさん OK が流行ってるということなので、ぜひ流行らせていただきたいなと思います。おめさん、メッセージありがとうございました。